タイガー名称初代タイガーマスクストロングスタイルプロレスボリューム14開催日時12月9日木曜日会場18時、試合開始は18時30分です。会場は新宿フェイスとなります。主催初代タイガーマスクストロングスタイルプロレス、共催一般社団法人初代タイガーマスク講演会となっております。なお本大会も株式会社ナディア様の協力により徹底した除菌対策を実施いたします。どうぞご安心の上皆様当日お越しいただければと存じます。第1試合タッグマッチ20分一本勝負フリー佐野直しプロレスリングバサラ阿部文則組バサスファンクラスイズム横浜ロッキー川村2プロレスリング A チーム桜井匠組。第1試合タッグマッチ20分一本勝負ワールド女子プロレスディアナジャガー横田ワールド女子プロレスディアナ梅崎遥組 VS アストレスガールズ松井美沙アストレスガールズ三浦亜美組。第3試合シングルマッチ20分一本勝負フリー松本ひろよ VS ワールド女子プロレスディアナ佐藤彩子。第4試合タッグマッチ30分一本勝負フリー将軍岡本 TTT プロレスリングトール組 VS 大日本プロレス関本大輔フリー大和博士組。ダブルメインイベント第1試合シングルマッチ60分一本勝負一般社団法人初代タイガーマスク講演会タイガークイーン VS ピュアジェ女子プロレスライディーン・ハガネ。ダブルメインイベント第2試合レジェンド選手権試合60分一本勝負第15代王者ストロングスタイルプロレススーパータイガー VS 挑戦者ストロングスタイルプロレス増田隼人。それではここでストロングスタイルプロレス代表平井武正より皆様に一言ご挨拶を申し上げます。皆様本日はお忙しい中初代タイガーマスクストロングスタイルプロレスボリューム14の記者会見にお越しいただきまして誠にありがとうございます。今大会は前回と同様に一般社団法人初代タイガーマスク講演会様のご協力そして共催により大会を開催させていただきます。新宿フェイス大会昨年の6月にコロナ禍におきまして無観客放送試合ということで初めて開催させていただきました。有観客としましては今回が初めての新宿フェイス大会となります。今回メインイベントに15代王者スーパータイガーそして初代タイガーマスク佐山聡総監の生え抜き弟子であります増田隼人がスーパータイガーに挑戦させていただくことになりました。7月29日後楽園ホール大会そして9月5日新競馬大会におきましてこの2人がタッグで対決いたしました。そして10月21日後楽園ホール大会におきまして3度目のタッグ対決で増田隼人が兄弟子でありますスーパータイガーを本人から直接取ることになり今回どうしても一騎打ちをしたいという願い2人の願いも込めて佐山総監にご許可をいただきこのメインイベントとなることになりました。何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは選手入場をお願いいたします。
ではここで選手の皆様より試合についてのコメントをいただければと存じます。まずはジャナヨクタ様、女子の試合について一言お願いできればと思います。よろしくお願いいたします。本日は お忙しい中、足を運んでいただいてありがとうございます。女子の担当としてですね、今回3試合を組んでくださいということだったので、いろいろ考えて組んだ試合がこの3つの試合になります。そして、まず2本目ですね、私を交えたタンクマッチなんですが、こちら、今力をつけてきているディアナの、梅崎遥香選手なんですが、それと組んでのタッグマッチになります。梅崎は、人気先行というふうに言われてはいけないということで、やはり力もどんどんついてきてはいるんですが、近くでちょっと見てみようかなと思いまして、今回は私が組むことを決めました。そして相手はやはり、遥香に近い選手ということで、普段から当たることの多いアクテルスガールズからの2人を抜擢しました。松井美沙選手なんですが、彼女は芸能の方もやってまして、舞台の女優さんなんですね。彼女の試合を見るより先に、舞台で見て堂々とした演技を見た時に、あ、この子はプロレスもそれなりにやれるんだろうなというふうなイメージを持ってたもんですから、今回どんな戦いをしてくれるか楽しみにしております。もう一人、三浦亜美選手なんですが、彼女はやはり、すごい身長のある、そうですね、デビューしたての頃にディアナに立った時に、いや、身長を生かしてやったら楽しみな選手だなと思って見ていたんですが、やはりこの頃めきめきと力をつけてきたので、はるかの相手にということで抜擢いたしました。はい、そして、シングルマッチですね、佐藤綾子と、松本ひろのシングルなんですが、ご存知の通り、佐藤綾子は、どこに出しても恥ずかしくない、力のある選手だと思っております。そしてその相手の松本ひろよ選手なんですが、前回もストロングスタイルの大会に出てもらった時に、やはりすごく、皆様からの評が良くて、シングルで一個面白い試合を見てみたいなと思ってこのカードを組みました。はい、そして、ダブルメインになります、タイガークイーンとの相手なんですが、やはり一戦一戦戦ってきて、一試合一試合がやはりタイガークイーンの勉強になっていると思います。その中で、今回、ライディン鋼選手を、組んだ理由との一つとしてですね、やはり鋼選手は若手の頃に私よく当たっていて、やっぱ体の大きい選手だなと、だけどちょっと気持ちが優しいななんて思って甘く見てたらですね、先日井上京子のタイトルマッチに挑戦した時の試合を見させてもらった時に、すごく力がついて、いや、これは本当に体、そして体が大きいだけではなく飛べる選手なんですね。やはり、体が大きいイコール遅いとか、やっぱりこう飛べないとかいうイメージがあったんですが、彼女は体もある上パワーがあって飛べるという、これはもう大学院の相手にいいんじゃないかということを京子とのシングルを見ながらですね、頭に思ってたもんですから、今回、このカードを組ましてもらいました。これがとても楽しみな試合であります。以上が私が考えた、カードであります。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは、ただいまお話に上がりましたダブルメインイベント第1試合に出場されますライディン鋼選手、ご挨拶の方よろしくお願いいたします。皆さんお忙しい中お越しいただきありがとうございます。自分もストロングスタイルさんを2回目でちょっとまだ
分かってないですけども、このカードを組んでいただいたジャガーさん、ありがとうございます。タイガークイーン選手とは先日、ディアマさん道場でやらせていただいた時にタッグマッチで自分のチームが負けてしまいました。でタイガークイーン選手と対戦がそんなに当たることがなくて、物足りなくて、本当に物足りなくて、これをお願いしました。ありがとうございます。必ず私はこのデカさ、このパワー、そして飛べるという技で全部でタイガークイーン選手を潰してペランペランにしていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、ダブルメインイベント第2試合、レジェンド選手権試合に出場されます、挑戦者増田隼人選手、お願いいたします。はい、とても感慨深いものがあります。ただそういった感情は一度置いておいて、15年分の喜怒哀楽を全てぶつけて、チラシ、フライヤーですか、には全身全力で、全身全霊で挑ませていただきますみたいなこと書いてますけど、僕は挑むつもりはないです。倒すつもりで、最後に必ず勝ちたいと思います。それが兄弟子に対する弟弟子、私のベルトをかけた兄弟喧嘩だと思っているので、しっかりあと1週間体も心も整えて当日を迎えたいと思います。以上。それでは第15代レジェンド王者スーパータイガー選手、お願いいたします。マッシャに対してよくここまで来たななんて感慨深い思いなんてもうこれっぽっちもありません。先日、ディアナさんの大会では、道場での戦いでは勝つことができましたが、その前の後楽園で直接取られたので、その前からその成長も感じてましたが、ここまで来た以上、このプロレスリングのリングでしっかりとした喧嘩を戦いとして見せていきたいと思います。ありがとうございます。それではここで新米差し会長より本大会に向けての思いなどお話しいただければと存じます。新米会長、よろしくお願いいたします。先日 BS の NHK でアントニオ猪木の近況が放映されました。私も長く生きすぎました。先日タイガー、それと藤波、久しぶりに会いました。もう私の時代っていうものは昭和の新日本プロレス時代に終わっていた。余った人生をアントニオ猪木と共にということで、私なりに頑張りましたが、神のお告げ、天の声によって組になったこともありました。私は長生きをしすぎたとここに思っております。もうそろそろ私はこの世界から遠く離れるべきだと、そういう思いに駆られました。その最中に猪木さんの BS の放送を見させていただきました。懐かしさ、喜びと、そして本当にすごい人生を送ったなという、そういう思いがありました。タイガーマスクを作り、藤波と共にマリソンスケアガーデンに行き、ヨーロッパから、アフリカから、
そして行かなかったのはオーストラリアだけだと、そういう思いでもって私は今日限りにプロレスには携わるということではなく、傍観者としてこれからの人生を生きていきたいと。それには猪木さんが本当にみんなが声を上げてアントニオ猪木のあの昭和の新日プロレスを、新日本プロレスを思い出しながら解雇にふけるという老人になりつつある私でございます。私がいて面白くした昭和の新日本プロレス、私がいなかったら昭和の新日本プロレスというのはちっとも面白くなかったと、そういう自負心を私は持っております。その思いを藤波に託し、そしてタイガーマスクに託し、今ジャガーとともにタイガークイーンが新しいプロレスを始めようとしている、それは私は参加するんではなく傍観者として、あ、私がやった時代とは違ってこういうプロレスをやってくれてんだな、そういう思いを私はこれから味わっていきたい。でタイガーも私の孫娘をタイガーマスクマスコットガールとして選んでくれた、そういうように周りの人がこのプロレスという本当に真剣に戦う、そして多くの人を6メーター40のリングの中で自分たちが真剣に戦うことをして、ファンが喜びを見て、その喜びを見て喜ぶという、平井にそういう人間になってもらいたいと言って、私は今まで自分なりに携わってきた喜びというものがあります。しかし12月になってコロナのこういう思いでともに、私はコロナなんか怖くはない、何としてでもうちは試合をやるんだということで、平井も分かってくれ、そしてタイガーも分かってくれて、一日も休まずに予定通りスケジュール通りの試合をさせていただきました。途中からジャガーが私たちのグループに入ってくれました。ジャガーは私の息子が本当に尊敬し、そして彼女と共にやった思い出というものは私の息子が心の中に持ち続けております。こういうレスラーを私は何と呼ぶか、6メーター40のリングの中で真剣に戦って自分の身体をかけながらも多くの人に喜んでもらえる、そういうものを私たち新日本プロレス時代には味わわせていただきました。やってしまった後悔ではなく、やろうと思ってしなかった後悔の方がどれほど大きなものか。でもコロナの収束目の前に来ておりますけれども、第3波が来るのかどうか、プロレスが今一度本当に多くの人々の言葉に語られるような、多くの子どもたちが学校の廊下で四の字固めをかけたり、コブラツイストをかけたりしてお互いに痛みを感じるような、やっぱプロレスはすごいなという、そういう思いを子どもたちが味わうようなプロレスを今どこがやっているか、 BS のテレビ朝日を見ても、金曜日の8時に私はたまにダイヤルを合わせます。そして見るけれども、5分経たないうちに私はその場面から別の放送に切り替えております。ただ猪木さんには本当に誰もやらない、誰もできないことを男の夢として実現した、そして実現しようとした、これが男のロマンであるという、そういう一生を貫き通したアントニオ猪木、そのアントニオ猪木とともに6メーター40リングの中で命を懸けながら一生懸命になって、自分の体の痛みをともかくとしても多くの人に喜びを与えたという藤波辰爾とタイガーマスクには
私は本当に感謝しております。昨日は坂口会長とも話しました。新馬さんそろそろいいんじゃないか、本当そうですね、私も明日記者会見があるけれども、私自身はもう今年いっぱいでプロレスに関わるのはこれでいいんじゃないか、そういう思いを私に抱かせたのがついこの間の NHK の BS でアントニオ猪木さんのことを見た思いでございました。アントニオ猪木こそ多くの人々に多くの夢と希望とそして戦う素晴らしさというものを教えてくれた、それが私にとってのアントニオ猪木でございました。今日その思いを私は平井に託してきたんです。で平井も一生懸命になってやってます。しかし何かが足りないものがある。その足りないものを平井は自分で見つけて、私と同じように多くの人々に6メーター40のこのリングの中で戦う、命をかけて戦うレスラーという人たちを自分の力でもって、自分たちの力によって多くの人々に喜びを与えるような、そういうリングにしてもらいたい。今日はまあ勝手に自分のことばっかりしゃべりましたけれども、私が新日本プロレスに行った時に一番仲間となり、そして共に戦って、共にプロレスを6メーター40の中の素晴らしさを多くの人々に伝えようとしてくれたのがプロレスマスコミの人たちでございました。桜井さんも行き、竹内の坊やも行き、多くの人たちが湯布川の流れは絶えず、しかも元の水にあらずじゃないけれど、どんどんと幕流の中に消えてしまって、今残っている平井武正、本当に平井に後を託しながら、来年はどういうプロレスがなっていくのか、私は傍観するような状況になってしまったという寂しさと、そして良かったなという、そういう思いをタイガーと藤波にこの間は感謝をいたしました。本当にマスコミの皆さん、あなたたちと共に一生懸命なって6メーター40がその中で行われる真剣に戦うレスラーたちがこれからも一人でも多く育ってもらうように、そのための努力を私はプロレス界の外からこれから見守り、そして応援していきたいと。それにはタイガーマスクが一日も早くリングへ上がってエキシビションマッチをできるような状況になってもらいたい、そういう思いでもって私の話に返させてもらいます。佐山ちゃん、あとはお願いいたします。10年前後楽園ホールの売店で傍観者に襲われた平井武正ですが、新馬さんが言われる傍観者とは、我々が期待している傍観者とは、いつまでも本当の傍観者になって勝つを与えてもらいたい平井社長自身ではまだ導けないものがまだたくさんあると思います。それをアドバイスをいただきたい。この経験、この人間の大きさ、この質の高さ、これを私たちに与えてもらいたい。私もお世話になりました、非常に。そのエネルギーを私たちの 1% でももらいたい。これが島さんに対する我々の本当の熱い思いです。本当にありがとうございました。いや、これからもよろしくお願いします。本当にありがとうございました。以上です。第4試合になるのは正野岡本選手が、はい、まあ、各地で出られるんですけども、前回までに写真選手を連れてきてほしいということで指名されてたんですが、今回の各地は岡本選手は昇格
されていらっしゃるということでしょうか。今回のこのタッグマッチのテーマは将軍岡本、将軍岡本の誰が見ても負けない強さ、そのパワーの強さ、この強さを強い相手とぶつかることによってこの凄さを表してほしいという声が非常に多くありました。それは他の選手の方からもその言葉があります。その思いを関本大輔選手、島会長の前回の記者会見でも言葉にあられましたように、関本大輔選手、うちの大会にもう十数年、もう15年上がり続けていていただきます。その肉体を持ってこの将軍岡本、今 UWA のチャンピオンでありますけれども、この2人のぶつかり合いをどうしても見たいという声が内外に上がって、この戦いを実現させていただきました。そこに6月、7月連続参戦した佐山総監の思いを込めて始めた同社マッチ、サポーターズマッチで初参戦となった徹選手がその実力を認められ、7月29日の後楽園ホール大会にも見事参戦をされました。その勢いを買って前回のサポーターズマッチにも快勝し、この試合に臨んでいただいてます。そして今回初参戦になる大和洋選手、大和洋選手の実力はもう皆さんもご存知の通り、間違いのないファイト、これはストロングスタイルプロレスの佐山悟総監、そして島会長の求めるファイトもできる選手だと思っております。この2人を将軍岡本と関本大輔のこのスーパーヘビー級のぶつかり合いにそれぞれ入っていただくことで、今までにない新しいストロングスタイルがここで爆発すると思っております。よろしくお願いいたします。鋼選手にお聞きしたいんですけれども、サポーターズマッチでタイガークイーン選手と対戦して、あのシングルが決まりましたが物足りなかったということなんですけれども、まあ、あの数少ない当たった中でどんな印象がありましたか。何ですかね、もっとぶつかってきてほしいっていうぐらい、もうなんかペランペラン、力がなさすぎる、そんな相手に私たちチームがなんで負けないといけないんだと思ったぐらい本当に物足りなくて、ガンガン来てほしいし、全然ガンガン来ないので、いくら出してもいくら自分がやっても来ないので、このシングルでもっとそのタイガークイーンのいいところも自分が出してあげて、そこから勝ちたいと思います。自分は潰しに行きたいと思います。はい、ありがとうございます。増田選手にフィッシャーマンスープレックスを使ったらどうかということで勧められたというふうにお伺いしているんですけども、佐山先生からご覧になって今増田選手が使っているフィッシャーマンスープレックスダイオットの完成度というか、そういうのはどのぐらいの評価を与えていらっしゃいますか。増田、これ増田がタイトルに挑戦するの。はい、タイトルマッチ、タイトルマッチです。これ初めて聞いたな、増田はそんなことできるのか、というぐらいこの1年間の増田の成長ぶりはすごいと思います。あの今までプロレス見た、うちのプロレス見た時には増田かという気分になってくると思いますが、そのくらい成長がすごく上がっています。その中でフィッシャーマンスープレックスを使うということは、その精度がどれだけ強くなっているかということを測れる一戦でもあります。なんか私が戦った小林邦明との、黒林邦明さんとの思いが非常に湧き出てくるような試合なんですけども、ここで増田がどれだけ出るか、それを受けるスーパー大会がどれだけまた成長していくか、この2人の切磋琢磨した戦いが当時のタイガーマスク対小林邦明がレベルを上げてくれたような大会でしたが、試合でしたが、それを体現してもらいたい、それには
見応えのあるフィッシャーマンスープレックスが出てくるのを私は本当に期待しています。精度ではなくてその根性を期待しています。新馬さんのね発言っていうのは大変な発言だと思うんですよ。だからこれまでのね、ストロングスタイルという部分で一生懸命、この団体をですね、強くしなきゃいけないっていう思いがあって、もう何て言うんですかね、その現在のプロレス界にはもう内心じくじたるものをいつも持っておられたのですが、今日初めてその自分がその今年いっぱいでプロレスから関わるのをやめるというふうに聞いてですね、僕も驚いてるんですけれども、もう選手の方がですね、これをどう受け止めているのかっていうことを考えてしまったんですね。で、タイトルマッチっていうのは団体の顔だと思うので、増田選手と、スーパータイガー選手にですね、改めて決意をお聞きしなければいけないなと今思ったんです。ちょっとまたお二人に、新馬さんが今年いっぱいっていうふうで言われたのでね、決意ってのは新しい決意ってのは出てくるんじゃないかと思うんですね。背筋がシャンとしたと思うんですけど、その辺のところを気にしたいですね。そうですね、もうおっしゃる通り背筋がかなり伸び、いつまでもでもこう愛というか、そういう部分をずっと見守ってもらう状態っていうのも良くないとは思う。ただやはり僕がずっと続けられたのは新馬会長がいたからだと思うので、難しいですね。ただもう僕は試合で見せるしかないと思うので、一層気合が入りました。で、当日芝会長もいらっしゃると思うので、芝会長の心を揺さぶるような、それこそ昭和の芝会長が作ってきた素晴らしい新日本プロレス時代の試合を超えるような熱い戦いをしたいじゃなくてします。はい。今真下からも話が出ましたが、今の環境、ここまで来るまで、新馬館長、そして正代タイガーマスク財務総監、平代表のおかげであって我々がこのリングに立ち、そして覚悟を持ってこれまでも戦ってはきましたが、安心して見ていただけるよう、そしてまた新たな世界へと、自分たちが、道を切りして開いていくためには、安心して、見守っていただけられる、そういった戦いを、これから覚悟を持って挑みたいと思います。ありがとう。よろしいでしょうか。では続きまして、スーパータイガー選手、前回の川崎で出されたガダンの新技の、先週も、イオリ選手に決められてまして、来週に向けて完成のところなんですか、もうだいぶ仕上がってるのか、それとももう来週に向けて仕上げていってるところなのかというのを聞きたい。そうですね、もうしっかりと、今の時点で仕上げてあります。そしてまたその試す機会が、ストロングスタイルの一個手前の大会でもまたあるので、そこでもしっかり体を慣らして、木曜日、ちょうど1週間後一番のピークに持っていきたいと思ってます。なんか日本の国ってなんかね、ちょっと本当に言葉悪いんですけども、文化人とか著名人とかいろいろ亡くなられてから
すごく称えられるっていう風習があると思うんですね。それがですね、本当のことはありし、例えもありと思うんですけども、新馬会長がすごくこのまだまだこのお元気なうちにですね、プロレス界からこう身を引くっていう意見が見られるというのは何かどうかなと思いますし、この元気なうちにね、なんか協会とか団体とかね、新馬会長に何かしてもらえることとか、あるいは恩返しできることっていうのを、もっと団体の人たち一人一人が、業界の人たち一人一人が考えて出す結果が、プロレス界全体の底上げにつながるところまで、ストロングスタイルプロレスがその発信源になればいいなと思います。だから新馬会長には傍観者でもいいんですけども、生涯やっぱりプロレス界に物を申していただきたいです。以上です。ありがとうございます。これについては、会長何かございますでしょうか。私は辞めるときは東京スポーツさんが特別功労賞を出していただいた、レスラー以外で初めて、それから WWE の方からも一昨年殿堂入りを表されました。その後なんか殿堂入りの会とかっていうのを作ってなんか表彰するとかっていう話、いつの間にか立ち消えになったのか、なんか後楽園ホールでやったとかやらないとかっていう話は聞いたんですけども、私が一番思い出に残るのは後楽園ホールでマスコミの人たちが賞金10万円をかけてバトルロイヤルをやった。これは私のアイデアで、あの頃はマスコミも新日本プロレス、全日本プロレス、国際プロレスもマスコミと一体になって何かをやった。私は IWGP の成功というのはマスコミの人たちを役員として入れて、そしてその人たちの意見を聞いて、みんな IWGP を書いてくれた。だからプロレス界というのは一つまとまればすごいものができる、私はそういうふうに思っております。平井の力がどうだこうだとかっていうより、平井ちゃんには私は今ここへ来ている人たちだけでもいいから、マスコミの人と一体となって何かマスコミが参加できるようなもんをやってもらいたいな、そういうふうに思っております。ただ私のことをレスラー以外でビス・マクマホン・ジュニアがシニアとの友情が残っているにもかかわらず、モハメド・アリ、IWGP、そしてマジソン・スキャガーデンシリーズ、藤浪を、タイガー・マスクを、そして坂口さんを、それからルスカを、ストロング・小林をニューヨークのリングへ上げたということが、誰もできない、誰もやらないことを私ができたということで、WWE は私を表彰してくれたんだと思います。しかし私が手掛けて藤波辰巳を WWF のジュニアヘビーのチャンピオンシップにした、それからタイガーマスク覆面をかぶったりなんかした人間というのはマジソンスキャガーデンには上がれない。最初タイガーマスクがあのリングに上がった時はどういうことだったか、ブーイングでした。お前何変なもんかぶってこのリングへ上がってんだって、お前引っ込め、そういうヤジが飛び交いました。私はビンス・マクマホンシニアの奥さんとかマイク・ラベールの奥さんとかフランク・タニーの奥さんとか、そういうゴリラ・モンスーンの奥さんとか、そういう人たちを一緒の席にいました。そしたらビンスの奥さんが言いました、シンマ、ウェイト・フォー、スリー・メネット、こんなふうなことをヤジを飛ばしている人間が3分だったら
それがため息に変わるよ。タイガーはその頃カーンってなった途端にステップを踏みながらダイナマイトキットの周りをさっとステップ通りに回っておりました。そしたらみんなヤジですね、何をやってんだ、いい加減にしろ。そうしたらそれから始まりました。タイガーが組んで投げる、ダイナマイトキットが投げる、ロープへも飛ばされもしない、そのリッグの中での戦いが約30秒か1分ぐらい続いただけで、2万何千名の観客というものはうおうおうおというような歓声に変わりました。ああ自分はタイガーをリング上げてよかった、藤浪をリング上げてよかった。ファンが喜ぶことを見て喜ぶのは私の喜びでありました。今そういう人間がいますか。私に代わるべき人間がなんで現れてこないのかって、それにはタイガーマスクに代わるべきスターが、藤浪に代わるべきスターというものを生み出さなかったこのプロレス界じゃないですか。新日本プロレスの金曜日8時ダイヤルを私は BS に回して何としてでも見ようと思って見ても 2,3 分見ただけでチャンネルを変えてしまいます。どうしてこういうことになってしまったのか。私はもう東スポの東京スポーツの特別功労賞と WWE の殿堂入りのこの2つを私はあの世へ持っていこうと、そういう思いでおります。タイガーが体が今こういう状況になっております。しかし彼は不撓不屈の精神でもってまっすぐ歩けないって言いながらも10メーター20メーター歩くときは私より早く歩くって、まだまだ彼は隠している才能があるんだと思う。そろそろ覆面を取ってきちっとして私以上にもってあなたのアイデアでもってこのプロレス界を活性化する、そういう気持ちはありませんか、タイガーさん。新馬に代わるものを持った人間はいません。新馬の前に新馬はなし、新馬の後にも新馬なし、こういう人間はほとんど出てこないんですよ。今まで島さんの言葉だが、島さんが何を行ったかったレスラーの人も考えてもらいたいのは、我々も考えなくてはならないのは、島さんがテクニックを教えてくれるか、プロレスの。そうではないはずです。島さんがやってきたことはプロレスの魂を作ってきた、その魂を我々は表さなくてはならない。テクニックではなくて、テクニックも非常に大切なことです。魂なんだということを植え付けなくてはならない。それにはこれは言っていいか悪いか分かりませんが、だったら言わないようにしよう。今そういう状況にプロレス界はありません。タイガークイーン選手はテクニックは素晴らしいです。初代タイガーマスクはある意味では抜いてるところもいっぱいあります。素晴らしい才能の持ち主です。彼女が勉強するところは、あるいはスーパータイガーやマスターが、鋼さんたちが勉強してもらいたいことは、新馬の魂、いかにリング上に新馬たちが夢を込めて作ってきたプロレス界が魂なんだということが分かるように、そちらが体現できるプロレスをやってみないでしょうか。それがやらない限り、プロレスの復活というのは絶対にありえません。そのことを私は断言したいと思います。新馬の功績というのは魂であるということ、これを皆さんに何が本当新馬視察なのかということを伝えたいと思います。新馬さんの真似は誰もできません。以上です。